今日は県内で新たに372人が新型コロナウイルスに感染したと発表されました。6日連続で前の週の同じ曜日を上回っていて、感染は下げ止まりの兆候が出ているとみられます。新たな感染者を自治体別に見ますと、浜松市で122人、静岡市で75人、富士市で24人などとなっています。先週の火曜日に比べると感染者は100人近く増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのはこれで6日連続となります。県は吉田町の海南吉田病院で10人の感染が明らかになったとして新たなクラスターに認定しました。静岡市の担当者によりますと、感染者数は下げ止まりの兆候が出てきているとした上で、先週静岡市内で感染者が確認されたオミクロン株の BA.5 の動向などについて今後注視していきたいとしています。